日本では本当に教科書に入っていますし、広島のですね、友人に聞くと教育の中で、もう授業の中でですね、いろいろ勉強なされて知っている方も多いということでございましてですね、それでも沖縄の方っていうのが貞子の鶴を知っているのかとかですね、沖縄に貞子さんの折った鶴が実際あることを知っているのかという、そうなんですよね、そういう話をですね、まあ、しながらということなんですけど、はい、はい、実は沖縄市に貞子の鶴の実物が寄贈されてるんですよね、うん、でその貞子さんが世界中で知られているこのストーリー、戦後70年を記念して、彼女が現代によみがえってきたら何が起こるかなというストーリーの映画を作ろうと思い立ったんですね、はい、でその中で、貞子さんの、過去の体験であるとか、その広島での、戦争の問題であるとか調べながら、あ、現代にもこの鶴が生きた形でさまざまな国や地域に寄贈されてるんだということを知りまして、国内では最初に寄贈されたのが沖縄市だったんですよね。この実際に貞子さんの鶴がある場所を訪れて、そこを舞台としたストーリーを作ろうと思いました。実は国内でもう一つ寄贈されているのが福島県郡山市なんですけれども、広島、そして沖縄、福島がこうつながるストーリーになりまして、撮影をしました。沖縄市に貞子の鶴が寄贈されたのは、沖縄戦、地上戦が4人に1人の方が亡くなる中で、8月15日が過ぎても地上戦が続いていたということをお聞きしまして、この9月、終戦を記念する形で終戦の日を平和の日と定め、それを記念にして貞子の鶴が寄贈されたと、こういったエピソードも市役所の方にお聞きしたんですけれども、この映画を通じて貞子さんが現代によみがえって福島から沖縄に来た少年シンジと、そして沖縄の少年大河君と出会って、今まで語られてこなかった戦争の歴史を子どもたちがたどっていく、こんなストーリーなんですよね、うん、はい、この大河君、今日ですねトークショーにも参加していただきます糸満中学の2年生で、2年生の子なんですけれども、沖縄の平和大使として広島や長崎を訪れたり、激戦地を訪ねて平和ガイドとしても喋れることにさまざまな勉強をされている平和大使でもあるんですよね。こういった子どもたちが戦争の体験を知っていくといったことが映画ができた後も続いていまして、映画の中でも嘉数の高台で基地がどれだけ住民の住んでいるエリアに近いのかということや、辺野古の基地にも行きましてね、平和丸に乗らせていただいて、海上保安庁と生のやり取りもありました。これ見ていてすごいなと思ったんですけどね、はい、ドキュメンタリーのような、もう現場でこう撮影をする映画をですね、見たの本当に初めてですね、そういった部分も感じてほしいですし、実際沖縄市役所さんのご協力のもと、撮影の方も沖縄市役所でも行われているので、そちらも確認していただきたいなと思います。はい、ここでですね一曲ちょっとお届けしながらですね、このお話を続けたいと思いますが、曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、これはですね、制服向上委員会、来年で結成25年になる、アイドルユニット制服向上委員会の学びたいのに学べないです。途中でやりますか、それとも一曲流しますか、大丈夫ですか、途中でやります、はい、わかりました。LINE のコーナーはいただいたメールで紹介しそうなので、今のコーナーとノーフォームなんですけど、もう言い足りないことができるだけ少ないように何でも言っちゃってくださいね。はい、
というわけでございまして、お聞きいただいていますのは、学びたいのに学べないという曲でございましてですね、レナさん の, あの娘さんも実は、はい、登場しているということでございましてですね、はい、はい、そのお話もしていただきたいんですが、はい、実はこの貞子の鶴、地球をつなぐという本日那覇市民活動市民センターで2時半から上映される、私が監督した貞子の鶴、この映画の主人公のリアンさん、はい、娘なんですよね。そうですね、はい、はい、リアンさん、この映画では女優として演じてくれてるんですけれども、今制服工場委員会というアイドルユニットのメンバーとして活動してます。でこの制服工場委員会、私たちの仲間なんですが、奨学金の問題とかを今取り組む中で、こうお金がなくて勉強ができなかったり、さまざまな理由で学校に行けない、そして学校そのものもちゃんと生きる力を教えてくれない、こういった学ぶということをテーマに新曲を作ってくれたんですよ。すごい素敵な曲でしょ。いや、素敵な曲ですね、うん、歌詞も直球で、はいはい、もう本当に聴いていて、はい、伝わるというかですね、はい、とても素晴らしい曲だと思います。はい、制服工場委員会は、うん、先日木田昇吉さんと沖縄でライブもやられたということで、うん、沖縄とのつながり大切にしていきたいということで、これからも制服工場委員会貞子の鶴両方ともよろしくお願いします。この貞子の鶴の話も少し深めていきたいんですけれども、この沖縄市役所で会った後に紫の、宮永栄一さん、はい、さんですね、はい、チビさんが子どもたちを沖縄の案内してくれるっていう設定なんですよね、うん、そうですね、はい、で私が実は貞子シンジ君という沖縄に避難してきた男の子のお母さん役なんですが、うん、早田ジョージさんの、うん、お友達という設定でチビさんと再会するんですよね、はい、それが面白くてですね、はい、実は早田ジョージというのは自分の父親でございまして、はい、でチビさんとも親友でございまして、このストーリーの内容がですね、事実に基づいて行われたり、そういうのがまたドキュメンタリーチックというかですね、ドキュメンタリーも入りながら、演出も入りながらということで面白いなと思うわけでございますけれども、はい、はい、チビさんが案内していただいて、コザの町を見せていただいたり、また辺野古では船に子どもたちが乗って海上保安庁にこんなことを言うんですよ。貞子さんがだんだん記憶を取り戻していくんですが、なんで戦後70年経ってるのにまだアメリカの基地があるんですかっていうことを彼女はそこで聞くんですけれども、それについて海上保安庁がどういう答えを出してくれたのかっていうことも今日の上映会で見ていただけると思います。また貞子さんがポワンと現代によみがえって、最初記憶を失ってるんだけれども記憶を取り戻すきっかけがあるんですよね。それがオスプレイの音を聞いた瞬間という設定になってまして、はい、私このオスプレイの墜落がつい数日前にあり、上映会の直前にあり、何か不思議なご縁を感じている状況です、うんうん、はい、これは映画なのか現実なのか、うん、そうですね、もう本当に先ほど言いました現実も入っておりましてですね、その中で、今回起きた、事故に関しても、まあ、つながっているというとあれなんですけどね、流れというものがありまして、今後のこう予感にもなるような予兆にもなるようなことが起きておりますので、そういったこともですね、含めながら今日の上映会参加いただいてですね、思うものを皆様の形で、捉えて、お持ち帰りいただきたいということでございまして、18日今日ですね、行われる上映会の方よろしくお願いいたします。第3コーナー終了でございますが、最終コーナーもレナさんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最終コーナーへ。大丈夫ですか。いい感じ。ありがとうございます。ハラハラしますね、このそうなんです、完全生だし打ち合わせしないというその流れがあるみたいな。最後 の, バタバタすると思うので、この告知が重なっているのですが、
何か本当にぜひ この時間で発信したいということをちょっとまとめられて、もう何でもいいです、本当に自由な、あのむしろ今言っておかしい、おかしいですけど、本当に政治に何でも関係なく今言いたいことを何でも、あの最初から言っちゃっていいと思います。はい、お時間ですね、10時と6分53秒ということでございまして、最終コーナーを迎えました力山猫の沖縄夢箱、レナさん、最終コーナーよろしくお願いいたします。ここでですね、告知の方ございますよ。ドライビングシアターですね、もう一度出ます、ドライビングシアター in 読谷の開催でございますよ。巨大なスクリーンを目の前に、なんと車の中で誰にも邪魔されず映画が楽しめるというですね、ドライビングシアターが読谷村で開催されます。12月23日、24日、25日の3日間、場所はここ FM 読谷がありますですね、読谷村飛行場滑走路跡地にてということでございます。昼の部午後1時開場、午後2時30分上映となっております。夜の部午後6時開場、午後7時半ですね、上映となっております。チケットは、車両1台前売り5000円、当日6000円となっておりますよ。ファミリーマート、ローソンにて発売中でございます。上映作品はホームページをチェックいただきたいということでございますよ。また会場ではフードコートも楽しめちゃうということでございまして、今年のクリスマスはドライビングシアター in 読谷で恋人や家族、友人と素敵な時間を過ごしましょう。以上、ドライビングシアター in 読谷の開催で、開催のお知らせでございます。